大勲意喫大受章は日本の勲章の一つ。1876年12月27日に制定され最高位である大空意喫下小継職に次ぐ勲章である。大勲意喫大受章を着用した昭和天皇。大勲意喫大受章は1876年12月27日日本の最高位勲章として極日章に次いで 明治初期に制定された勲章である。イギリスのガーター勲章やスウェーデンのセラファイ勲章、また、デンマークのゾ勲章など、当時王室国家の多くが、普通勲章の上に制定していた、最高位勲章の類に習い制定されたものである。極日大受章、または、随法大受章を授与するに値する以上の功労の、あるものに与えられる、上位勲章として、 東海大受賞が制定されているが、大勲衣喫科賞はさらにその上位に位置する。大日本帝国憲法時代の宮中席時では、大勲衣大訓者は、内閣総理大臣などの現職交換をも上回る、序列第一類に属し、大訓一喫科賞軽職受賞者に次ぐ、第二位であった。2003年11月3日に行われた、英典制度改正後も、以前と変わらず、 日本の最高勲章の一つとして運用されている。菊花大樹章のデザインは、国旗である日の丸を象徴する赤いガラスの二照を中心に、光線放射状には伸びるといった極実章をおおよそ踏襲したものであるが、上下斜めの八方向に極光が伸びる、朝日章に対して、菊花章の極光は縦横の四方向のみである。またべての極光部分には、 白色尻尾で彩色が施されている。この四方に伸びた曲光を囲むように、黄色と緑色の尻尾で彩色された菊花と菊葉がそれぞれが配されており、全体的なシルエットは円形に近い。中は菊花をかたどっている。正明、副将を含めてすべての地金は純銀で、正明は全体が金と金で仕上げられている。副将も ほぼ同様の衣装であるが、中心部の曲光には、四方に伸びる、外側の曲光に加え、内側に、朝日大樹章の副章と同様の八方向に伸びる、曲光が重ねられている。章の大きさは、正明の直径は76ミリメートル、副章の直径は91ミリメートル。極実章と同様に、正明の裏面は、表面同様の刻印と尻尾が施されている。 他の勲章が、勲行聖章の刻印を持つ中で、菊花章に限っては、大勲聖章の文字が刻まれており、菊花大樹章においては、正明の中の裏面、また、副章の裏面中央に刻印がある。樹は赤のオリジの両脇を紫が縁取る格子式。制定当初は、男性用の樹は 117mm 幅と定められていたが、平成に入って、 他の勲章の大樹と同じく1 0 0、mm、トル幅に変更されている。女性の外国元首などへ贈与する場合は、法官大樹章と同じ7 9ト、mm、ル幅の大樹が用いられる。大樹は右肩から左脇に垂れ、正明をかける。副章は左胸に廃用する。英天制度改定以前に女性国家元首などに送られた際には、 王冠賞の大樹と同様の蝶結び状のロゼッタを持つ大樹が用いられていたが、現在では大きさこそ異なるものの男性用と同じ扇形を合わせた円形のロゼッタを持つものが用いられている。大訓域化大樹賞は A 点制度改正後も制定以来の遺症を保持している。製造個体災害ほぼ変わらないと言ってよい。戦前などの古い写真では 現時のモノクロ処理の画像とは異なり樹の紫の部分が白く映っているものが多いが、これは当時使用していたフィルムの色反応によるもので、大樹の色味は制定以来変わっていない。中曽根康弘の内閣、自由民主党合同層にて備えられた、大訓域下大樹賞曲実章法還章随放章というこれら三種の普通勲章の上位勲章として、10章が制定されているが、 菊花賞はその等下症を授与するに値するよりさらに優れた功績を国家にもたらした者が対象とされる。日本国憲法施行後、一般国民への助訓は約5年以上内閣総理大臣を務めた者、最高裁判所長官を長年務め多大な功績があった人物などに授与される例が多いが、戦後の生存者助訓再開後では生前授与されたのは、 総理大臣経験者3名と非常に少ない。没後叙勲でも1974年の田中、幸太郎を最後に総理大臣経験者以外の授与例はない。戦前は皇族、王皇族のほか総理大臣経験者に限らず、陸海軍、枢密院などで活躍したものにも授与された。2003年11月2日までは大勲位という勲等と、 菊花大受賞という勲章に分けられていたが、翌11月3日からの栄転制度改正適用により、勲等が廃止され、大勲喫花大受賞が勲章の名称となった。なお、改正時の政令不足により、改正前に授与されたものは改正後も引き続き勲等、勲章とを分けた状態で有しているものと扱われる。1959年、秋人新王 正田道子の結婚当時制定されていた、勲章廃様式明治21年直令第76号第1条でと定められており、同期勲章という慣例的制度として、喫下賞受賞者は、同章の受賞と同時に、勲一等旭実等下大受章及び、勲一等随法章を授与された。後続などの旧写真において、勲一等旭実等下大受章や勲一等随法章の、 受賞記録のないものであるにもかかわらず、これら三章の兵配が見られるのはこのためである。この際の君一等旭実等か大受賞並びに、君一等随法章の受賞者欄には記載されることはない。またこの三章兵術の例は国内のみで見られるものであって、海外用人に対する儀礼叙勲等で行われた記録はない。現在では、このような兵術は行っておらず、 上記の条文がどの時点まで有効であったかを確実に記す資料は存在しない。今のところ、1959年4月に皇太子、秋人新郎の成婚時に清掃写真が上記三章を合わせて配用されたのが最後の写真資料になっている。 映像資料では、翌1960年に、ネパールのマヘンドラ国王夫妻を国賓として迎えた、祭の宮中盤三回にて三将兵配の交代し、秋人新郎の姿が確認されている。1964年に生前社女君が再開された、ことにより、戦後初となる菊花大受賞を受賞した、吉田茂は、皇居での新珠式後に撮影された写真にて、 君一等極日大受賞を併配した姿が確認できるため、少なくともこの時点にはすでに同期勲章がなくなっている。皇族の外遊や国賓としての公式に来日する国家元首レベル以上のものに送られる。相手国の元首の称号の核に対して最高の勲章が交換されるか、もしくは互いに同等の行為な勲章を交換するのが外交儀礼である。近年では、 例えば2011年1月11日に日本を公式訪問したウクライナのビクトル・ヤヌコービチ大統領、フランスのフランソワ・オランド大統領へ授与されている。菊花賞については主に国王、首長、大統領クラス以上の国家元首がその対象で、特に国王や大公、首長などの王族席を持つ国家元首については、同時に大訓位菊花賞形式が授与されることが多い。 また公式訪問の際に同席する、元首以外の王皇族についても、男子の場合は、おおむね、大君意気大受賞が贈られる。女性王族については、君一等法官賞が授与されてきたが、例えば、マルグレーテ2世のように女王などの称号で女性が、君主である場合や、コラソン秋野のように、女性自身が大統領として、国家元首である場合は、大君意気大受賞が授与される。 また近年では、スウェーデンのビクトリア王太子など、王太子が女性の場合でも同様である。皇族女勲について、旧皇室典範皇族未令第11条の条文に則り、皇族に対する女勲が行われていたが、皇族未令が廃止された1947年以降は、慣例として、旧皇族未令をおおよそ踏襲し、新王が成年式を迎えた際に、 授与されている。明治時代、大正時代、昭和時代、昭和及び平成時代。ありがとうございます。